てジェッツに入ってるわけですね。2012-3 シーズンぐらいってことですかね。12-3シーズン。12-3シーズン。本当入れ替わりですね。入れ替わりですね。すごい。最初、じゃジェッツができました、ね。はい。で、あれ最初船橋アリーナですか、もういきなり。最初船橋アリーナでした。で、じゃあ、まあ、試合やりますと。はい、で、最初、いきなりなんかシーズンチケット買ったりとかしたんですか？そんな時ですね、シーズンチケットは購入してましたね。おお、もう1年目から。1年目から購入しました。もうやるぞと。やる。でもその時ね、ちょっと葛藤があって、チーム移って、お客さんも同然のことながら、変わるじゃないですか。うん、まあもうガラッとですね。今までやってきたのどうやっていいのかなっていう葛藤は少しは、うん、ありましたね。うんうんうん、どんな反応するんだろうなっていう。そうですよね。確かに。でもまあゼロからじゃないですか。ジェスとしては、はい。だからもうみんな知らない同士ですよね。まあ、ファンも含めて。知らない同士だと思います。そうですよね。なんかこうね、川崎みたいにもう何十年もやってますみたいなクラブじゃなくて、クラブじゃ長いね、しね、ね、新規さん、もう新規さんに言っていいです、ね。そうですね。そういうチームでした。であれば別にまあ何やっても何でしょう、みんな受け入れるかなとは思うんですけどね。子さんがいない状態なんで。それ1年目から飛びました？ジェッツ。あ、ではてかその前に席どの辺だったんですか？席はやはり一番前でしたね。ゴールの方のベンチじゃなくて、ベンチの裏なんです。最近と同じ、最近と、じゃあもうジェッツになってからもあそこになったんだ。あそこになって。なるほどなるほど。当時指定じゃなかったと思いますね。おお、あ、またじゃあエリアの自由席年間パスみたいな。自由席年間パスっていう。なるほど。じゃあやっぱりじゃあ早く行かないとそこ取れないというね。まあしょうがないですよね。なかなかその今みたいにもうフルフルで埋まるっていうならわかりますけど、そこまでじゃなければ自由席にしとかないと、ね、最前列ポツポツ空いてたら、ね、あまり良くないですもんね。見栄え的に良くない。まあそこはまあわかりますね。でそこで今まで有明コロシアムは地面コンクリート詰めっていうんじゃない、コンクリート、型、はい、型、はい、客席のところ、ね、はい、で、ジェッツは現在もそうですけど、赤い、うん、絨毯っていうのとか、うんうん、まあなんか敷いてありますね。敷いてあるんです、はい、で、うん、これ、うん、ま、ちょっとまたある発想がわかんない、アイデアの中で、はい、僕か海外サッカーも時々見てて、よくサッカー海外の選手、よく特に海外の選手ですけど、ゴール入れたら、うん、パフォーマンスするじゃないですか。そうだね。で、こうスタート走っててこれ、うん、あの膝つきながらこうやってやりますよね。誰だったっけ、いや、誰か分かんないけど、よくやる人、うん、選手結構いるんで、そうですね、いたと思います、はい、そんな誰かのっていうよりは何人かって、何人かですね、はい、これ、やらかし、これとやったらどうなんだろうなって、付け加えて、なるほど、見よって、頭は働き、はいはい、それでやってみたのが、うん、現在のスタイルなのよ。確かに飛んでから膝ついてっていう感じですもんね。ちょっとこう沈むとか。沈むのかあるんですよ。当時も距離ありましたしね。うんうんうん、あのコートと座席の距離があった、うんうんうん。これやってみようって思ってやり始めたのは。へえ。今ね。なるほど。最初の膝。シーズン頭から思ったんですか。シーズン頭から思いましたね、それは。でもこう。うん、なんか敷いてあるなってのは現地行かないと分かんないじゃないですか。だから開幕戦行って、お、敷いてあるぞと。お、敷いてある、敷いてある、じゃあ、やろう、じゃあ、これやろうって。あんまり床見ないですけどね、みんな。これやろうって。すごい。あ、これ
膝に優しそうだね。いや、なんでそうだ。じゃあ、コミやってみようかって。へぇー。で、もういきなり頭から。いきなり、最初の試合から。おぉ。最初の横浜ビーコル戦から。おぉ。やり始め。すごい。もうあんまじゃあ継承したんですね。で、それが継承されていくわけですから。なるほど。へぇー。それはでも、なんだこれってなりますね。周りの人も。おぉ、なんか飛んだぞみたいな。ああ、なるほど。すごい。まあでもそれも、まあ、マイゴール飛んでれば、認知も早いですよね、きっと。まあ、時間はかからなかったと思いますね。そこからまた、大輔カメラがついてってことはありました？その時は、どうだったかな。1年目はまた、そんなことはな、そんなに。まあ、でも結構、なんていうか、可動式というか、ハンディのカメラも多いですもんね。多かったですね。だ多分得点取った時に、まあいい得点の時にちょっとこう、うん、映しとこうみたいな感じですよね。ベタ好きっていうよりは。ねえ。それ顕著は2シーズン目の時でしたかね。おう。あ、なんか視線感じました。あ、なんか映されてるなっていう。あの、2階の人が、2階席の人たちが、なんか隠し撮りしてる方が、何かちらほら、ほいほいほい、ね、あ、もう認知されちゃったんですね、あの人飛ぶ人だってっていう感じで、撮ってたらしく、はいはい、その画像が、それ YouTube で上がって、うん、上がり、はい、それをフジテレビの制作部がチェックしたらしく、チェックし、千葉ジェッツの事務所というか球団事務所に電話がかかり、おで球団事務所から僕にオファーが来、はい、でそれでアウトのアウトデラックスです。最近、まあ今やってませんけど、アウトデラックスに出るきっかけに、出たんですか、出演していただいたきっかけに、あら、あ、そう、知りませんでした。はい。最初なんですね。へぇー。でもなんでアウトデラックスなの？別に、普通に応援で飛んでるだけなのに。あ、なんですかね。隠し撮りしてた方が勝手に YouTube に載せたんでしょうね。あの、なんか、親が勝手にジャニーズに応募したみたいな。応募したみたいな。はい。ね、あいつに、娘を、まあ、せい、アイドルに。自分が知らないうちになんかオーディションを受けることになったというのと似てますね。似てますね。あ、それでじゃあ番組に出られたんですか。番組、一応こんなオファーが来てますけど大丈夫でしょうかっていうメールが来て、それは出ませんかですか、それともその映像を使っていいかっていうことですか。あの、出ませんか、出ませんか、はい、出ませんかです。はいはいはい、で連絡来て、で連絡来まして、はい、どうしたんですか。それで、あ、でもそういう、まあBJリーグというか、ジェッツというか、そういう、まあ、メジャーになるんだったら、いい、はい、ってことでしたら、はい、ってことで承諾したわけですね。おー、うん、で、撮影に行くわけですか。で、撮影に行って、ね、すごい。フジテレビ湾岸スタジオに。おお、すごい。なんかごめん、それで30分また聞きたいんですまあでもそこはそうですね、そこはじゃあ出たということで、はい、へえ。それでも映像探しは出そうですね。あの、当時の映像 YouTube 検索していただければ、おお、出てくるの載っていると思います。じゃあぜひ探してくださいへえ。じゃあそれは一気にまた名前売れちゃいますよね、なんか出たぞと。まず、まあ、まず多分ジェッツがテレビに出たぞが、まあ先だと思うんですけど、まあ先だ、ね、でそこから出た人あの人だぞってなって、あの人だっていうでアリーナに行ったらあの人だあの人だってなって見てたら飛んでるぞみたいな。実際反響やはりすごくってやっぱりありまして、へえ。アリーナが千葉ポーターアリーナでしたかね。お、見に行った時に、はい、当時高校生
の男子2人がすいません、アウトデラックスに出てた方ですよねって言われて、写真撮っていただけますかって言われて、それもうあはじゃあ分かりました、お渡しでよければお願いしますって写真撮って、すごいこれテレビの力ってこんなのって、いやすごいですよやっぱり、うん、今ねその例えば新聞がちょっと落ちてきてるとか、テレビがなかなか落ちてきてて YouTube がどうこうとか言われてますけど、やっぱりねテレビは、テレビはいい、はい、で力はありますよ、はい、そっか、そっからじゃあさらにさらにというか、多分レッツでもまあ認知されたっていう形にでもですね、なったんですね、すごい。このポートアリーナはちょっと飛びづらかったみたいな話ちょっと前ちらっと言ったんですけどあれ何ですか、ルール上でしたっけ、あのですよね、フェンスが、目の前のフェンスがと通路があって、そこ狭くて、あでも物理的にちょっと飛びにくい環境、あゴール、まあゴール、ベンチ裏に関してはそんな感じなの、うん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 、ただしゴール裏はもう広々として飛び放題だったので、 飛び放題、ね、はい、そちらね、ポートハリーナの時はゴール裏の方に移ってやってた、やってたんですね、ああなるほどなるほど、あそうか、じゃ あ, あの場所だとできなかったってだけ、本当にできなかったってだけのことで、なるほどなるほど、僕なんかこうルール上とか、なんかポータリーナから怒られたのかな、あ場所変わるとその、ね、管理者変わるので変わるのでっていう感じの引っかかったのかなとかそうかなと思っちゃったんですけど、あそうじゃないですね、たまたま、たまたま、ね、座席図面的にちょっと図面的にちょっと、うん、なるほどなるほど、やりでゴール裏に移ったっていう話なんですよ、まあ確かポートアリーナはね広いっすもんね、ゴール裏のあの、なんだゴール裏の1個後ろのブロック、1個後ろのブロック広いですね、広いですねそこは広い、確かに飛び放題だろうな、それでジェッツはだ、12、13かな、ごめんなさいちょっと正確じゃなかったらすいません、はい、まあその辺から始まって、はいはい、B リーグ始まるのが2016年ですね、はい、そこまで3、4年間ぐらいがあって、でまあ多分オリンピックのねあれバタバタで、B リーグが始まるぞとバタバタになって、まあ、B リーグにジェッツが参入しますな、はい、なったあたりで何か変化ありました、 BJ から B リーグ、まあ BJ の前に多分ジェッツの、あ違う BJ の後にあれか、はい、一回映ってるのかな、あ、NBL ですね、そうですね、BJ のチームですね、はい、でまた B リーグ、ね、NB、 なんかその辺の変化ってありました、リーグが変わることによるなんか応援してる側から見て、 NBL はの時 JBL ですかね、 NBL、 NBL です、あそうか JBL は、まあ、教会の名前ですトヨね、トヨタや、うん、東芝や三河とか、ね、アイシンか、ね、アイシンやらと当たるわけじゃないですか、そうですね、いわゆる企業チーム、企業チームで、不安相当なのかなっていうのがあって、うんうんうん、まあ変えるつもりなかったんで、でもどうつ、うん、バリバリ通るつもりだったんですけど、うんうん、ちょっと不安だったなっていうのは、どうやって受けどう反応するんだろうなっていうのが興味があって、はいはい、なるほど、そこに参入することによってどうなるか、どうなるかっていうまあで打倒トヨタとかね、社長がおっしゃってたよね、うんうん、でその当時はその打倒トヨタって言って、はい、殴り込んでいくわけじゃないですか、はい、そこ見てて、あまあいけるかもなってっていう感じでした、それともいやトヨタさすがにっていう感じでした、ちょっと NBL に移って、はい、最初4連勝から始まったじゃないですか、うんうんうん、はい、あのこれでもこれいけるんちゃうってさすがになるほど4連勝もすればいいと思いまして、うんうん、うん、その時はいや勢いよだったんですけど、うんうん、その次からそうですね、大連敗でしたね、ああですね
そうですよね。20連敗、2ヶ月半勝てずの日々が続き、はい、その時ちょっとやっぱつらかったかな、うん、はっきり言ってブースターやめようかって思った唯一の日だったんですね。なるほど。今まで一度も思わなくて、うん、どんな負け方しようと、うんうんうん、やっぱさすがに20は辛いですか。20、その数字より内容が悪かったのはひどすぎ、内容のひどすぎる負けもあったんで、うんうんうん、不安に当たり散らして帰ったこともあって、あ、なるほど、こんなんじゃ勝てるわけねえよってもうSNS でも毒吐いて、はいはいはい、まあね、選手もね、当然勝つつもりでやってて、そんだけ負ければまあね、廃れちゃうのも分かりますけどね、はい、でもまあプロなわけですからね。で、SNS で毒吐いて吐いたけど、まあ、励ましのツイートというツイートというかメッセージいくつか帰ってきて、まあそれ読んだら、まあ、ちょっと落ち着いたっていうか、正気に戻って、ね、それでもまあ続けられましたけどね、なんとか続けました。なるほど。そこは結構、まあ多分皆さんそうだったと思うんですけどね、なかなかなんていうか、行ってね、勝てない、行って勝てない、行って勝てないがそうですね。そうなるとやっぱり、なんでしょう、リードしてる時間があっても、まあどうせってどうせっていう感じになっちゃって、ね、なりましたね、20連覇中も。そうですよね。なかなかこう気持ちよく応援もできなくなってきちゃうのは、どうしても出てきちゃいますよね。はいはい、そうか。それ、あ、でもそれ最初のシーズンですもんね。全然最初のシーズンでしたね。入れ替わりで勝て、入れ替わって勝てない。うん、それでも、はい、シーズン終盤、うんうん、持ち直した、やっと持ち直し、うんうん、へえ、うんうん、再開ではあるけど、当時の日立さんの数、うん、と同率、うんうん、で終わった、うんうん、希望を持って終わったっていう、うんうん、で次、あれ次がもう B リーグですか。あ、もう、あの、2シーズンぐらいやりましたかね。3やりましたね、NBL は。あ、じゃあ結構すぐ行ったんですね、NBL に、BJ から。あ、ですね、BJ2 シーズン、NBL3 シーズン。あ、なるほど。B リーグ。B リーグと。あ、まあ、B リーグ入ってからね、もう多分皆さんご存知ない。B リーグです。めちゃくちゃなんか強豪と言われるチームにはね、なりましたけど。なりましたね。すごいですよね。僕なんかやっぱり野球から移ってきてるんで、あの勝率8割っていうのが、もうね、よくわからなかった。こんな勝つことあるんだっていうぐらいの感じでしたけどね、最初は。ちなみに、何シーズン目からですか。僕は2シーズン目ですね、からですね。最初の、宇都宮かな、当時だと、が優勝した時は見てないんですけど、はい、その次からもう頭から見てました。17、18シーズン。17、18シーズンだ。はい、そうだね。の頭からずっと見てましたね。なんで、最高勝率が多分その次のシーズン。最高勝率の次でしたね。そうですね。はい。そうですね。そうですね。で、その2年間は、結局ファイナルでなかなか辛い負け方してたんで、はい、ちょっとね、僕の中でなかなか手放しに喜べない、はい、シーズンではあったんですけど、そのシーズン中はね、もう、多分1年目も勝率7割とかじゃないですか。7割とか7割5分とか、あの44勝だったね、1年目はね。そうね。で、2年目が46勝でしたね。すさまじいですよね。すさまじいですね。勝率8割その時50、ね、52ですから、ね、意味わかんない、まあ、わかんないですねそうなんですよ。だからまあね、そんだけ勝っておきながら結局負けるっていう、結局優勝でね、チャンピオンにはリーグチャンピオンになれないよ。レはきつかったですね。つきつい、はい。僕も現地行きましたけど、
行ったからこそやっぱりきつかったですね。はい、52勝の、まあ、46勝の時はまあって感じだったけど、まあ、そうですね、50その翌シーズンの時はちょっ ちょっとむしろなんかこうファイナルなのに楽勝でつまんない試合見るかなっていうぐらい、ああですかですかぐらい、そうぐらい調子乗って言ってたんでまあでも一発勝負だし大事なようにねって思ったらもう、はい、やっぱねアルバルクはなんていうか勝ち方知ってるというかシーズンの過ごし方分かってる感じですよね。なん当時東京アウワイルドカードだったじゃないですか、うんうん、みんなアウェーでしたよね。そうですそうです、ちゃんとやっぱ勝ったファーストもセミも、うん、だから勢いがあるそうですよ ね、はい、シーズン中がなんかイマイチだったんですよね。シーズン中はイマイチでした。やっぱりじりじり上がってきてたんですよ。確かに田中大輝がなんか最初出遅れたなんか、ね、誰か出遅れた気がちょっとで、そう大輝が出遅れてたんです、ね、でしたね、あの時は確か、うん、でなんかこう後半に連れてなんかやっぱりヤバいチームになって、いやいやいやこれやなんかですね、そういや嫌な予感も、うん、ちっちゃく持ちつつ、そうですねでやっぱり調子に乗ってたんでさすがに8割勝ってたなっていう、勝ってたなーねって、そうですねっていうあたりで僕はジェッツに入って来ましたね。でその最初いつだったか、写真後で写します。あの、はい、大輔さんと一緒にアリーナで撮らせていただいたのが、1シーズン目だったかな、どっちだったかな、結構最初の方で、僕も、飛んでる方がいるっていう情報、はい、まあ、前情報なく、そうだったんです、もう全然、本当に情報ゼロで行ったんですよ、最初。本当に野球の入れ替わりでなんか見れたらいいなっていうの で、一緒に行った人間がまあバスケもともとやってたんで、はい、その解説してもらいながら、はい、僕も本当スラムダンクしか知識なかったんで、はいはい、いろいろね、8秒とかも多分スラムダンクの時なかったですし、ルールが8秒ルール、はい、でその辺も解説してもらいながら見てて、もうとにかくやっぱスピード感と、はい、得点がもうずっと入る、得点が入るというとね、あとやっぱでかいでかい、はい、最初はもう一応後ろの方だったと思うんですけど、初めて見た時はそれでもやっぱでかさとスピード感分かったんで、でその次ぐらいからもう1回で見ようと思って、で下で見たらもうやっぱドハマり、ドハマりですね、はい、違いますよね、違いますね、2回と1回だ、2回と1回っていうのが違いますね、全然違いました、それでハマっていっていく中でやっぱりなんか飛んでる方がいるですか、はい、でそもう後からですね、で後からその SNS とかで結構バスケの情報とか集めるようになっていって、はい、どうやらそのジャンプマンと呼ばれる方がいらっしゃる、いらっしゃると、でいつもあそこで飛んでらっしゃるっていうことで見たらやっぱり飛んでるとかいう感じで、で2階席のねちょっとこうちょうど上の方見ると二郎さんがこう、あーね、二郎さんが、マサルさんとかね、3人で、あ、マサルさん、まあ、ご本人たちがコールリーダーって言ってないのでその単語は当てはまらないんですけど、まあこう指揮を取ってらっしゃるみたいな感じでいらっしゃって、で、ここの2つがやっぱ煽る、あ、ね、二郎さんが、そう、煽って自馬実の歌の後と煽る、そうね、っていう形なんだなっていうのがなんかこう分かってきて、で、ああそうか、そういう応援団っぽいなんかこう人たちがいてで、こうエンターテインメントの方がいてで、はい、で、まあ、本当にだから僕もさっきの高校生の子と一緒で有名な方とちょっと写真撮りたいっていう感じで1階席座った時の、はい、ただ試合の後だったと思うんですけど、試合前結構いろいろやってるじゃないですか、決起会やったりそのコールで飛んで、あのコールの何がやったか、お忙しそうだなって思ってたんで、試合あの試合もこうコールやってましたね、そうね、誰誰ねねね、そうそうそう、あれはよかった、あれはそっか、あれはジェッツになってから、集まった方々ですか、もともとの知り合いとかじゃなくてジェッツが好きで背番号12個コールやってた、やってまったのはそうですね、あれは自然的に自然に集まって集まってという形になりやりましたね、そうなんですね、ただあれもねやっぱコロナなんていうか始まっちゃってできなくなっちゃってできなくなっちゃいましたね、なんかやっぱこう一個文化がなんていうかできなくなっちゃったっていうのがね、でジェッツは特に結構その二郎さん筆頭に声出してみたいな、まあまあどこのクラブも一緒でしょうけど、やってはいたので、その藤永のコールとかね、やってましたし、藤永君の
その辺がやっぱできなくなっちゃって、でまあ飛ぶのもなかなかできなくなっちゃって、できなくなっちゃいましたね。たまにはやってたんですけど、はい、ちょっとじゃあこの辺から多分だいぶ撮ってるかもしれないですけど、後半戦でその、まあ、今のジェッツ、はい、まあ、最近のジェッツから今のジェッツからみたいな感じのところですけど、はい、まあ、その飛べなくなっちゃってっていうのはやっぱり、何でしょう、まあ飛ぶことによる風ですか。いや、ご時世的に、ご時世的なものが強いですかね。本人はやる気は、やる気あったんですよ。なんか言われたりとかあったんですか、ちょっとコロナ始まって。あのですね、しばらく、いや、まあぶっちゃけ言うとありましたね。スタッフ、下はしばらくやってたんですけど、はい、まあ、今いないんですけど、うんうん、その当時のスタッフになんか、うん、球団の方に問い合わせといいますか、クレームといいますか、なんか来たんでしょうね。来てたんでしょうね。なるほど。あれはどうなんのっていう話が、うんうん、メールかなんか来てたらしく、それで、ささっと言われる光栄で、ちょっと、でいただけないでしょうかっていう、なんか、ね、目半分うるましてながら言われちゃったんで、ちょっとこれ断れ、無限に断れない雰囲気だと思って、ちょっとそれ以来、うん、そこから控え、やめたじゃないけど、もうめったに止まないようになして、うん、しちゃったりしたというわけなんですよね。そうですよね。本当にコロナがそのピークの時は、ね、そのタオル振るとかがまあ NG だったり、振るのもダメでしたし、そうですね。だからやっぱり人が飛ぶってのはなかなか風が起こるだろうっていう、というか、本当そういうレベルだと思うんですよね。でしょうね。怖がっちゃうというか。そっちだね、行為自体じゃないと思うんですよ。こういう危ないからじゃなくて、はい、コロナで その風かなのかな、うん、だと思いますね。やっぱこう人がいっぱいいる中を、例えば走るとかでもやっぱり当時はなんかこう撒き散らすんじゃないかみたいな、って言われてるから、その理由のが多いんじゃないですか。そうですよね。別になんかその浮かれんじゃねえよとかじゃなくて、確かに。いやー、なかなか辛いですよね。そのバスケに限らずですけど、スポーツの応援っていうところが、やっぱ声出せない、タオル触れない、旗も触れないっていう、ね、まあまあ持ち直してはいますけど、ね、最近は、最近はようやく、ようやく元、徐々に戻りつつあって、うん、ね、なんか野外のプロ野球、サッカーもかな、なんかその入場者数をフルの半分にすれば声出してもいい、声出してもいいよってみたいな、その野外のスポーツに関してはなんかなってるっぽいですけどね。最近プロレスも OK だと思いますよ。そうですね。確かにプロレスは何でしょうね、いい意味でヤジ飛ばしてなんぼみたいなのありますからね。いい意味で、はい、そうですね。あとバスケがまあどういう判断するか。あ、そう、バスケですよね。そこですね。いや、なかなかその質、はい、競技難しいですよね、判断が。難しいですね。難しいな。でも声出したいですけどね。私の応援は、それが、そうですよね。半分占めるんで、うん、そうですよね。応援が楽しくていくっていうのもありますからね。特に点数入れた人の人にの名前叫ぶのに必要だから、うんうんうん、そうですね、うん、そうなんです。だ、結構苦しい時間帯とかにこっちが声出すことでなんかわかんないですね、ちょっとでも届けば、ちょっとでも、ね、支えや、ね、線や支えになってくれれば、うん、そうですね。いや、でもあると思うんですよね。本当ビビたるもんだと思うんですけど、一歩目の速度とか、この打つ時のこのスナップとか、もうビビたるもんかもしれないですけど、それでね、2点なり3点入るなら、嬉しいですよね。全然2時間声張って、
2点の役割だとしても何か役に立てた、役に立てたらいいんですねっていう、そうですね、特にその大輔さんのジャンプなんかはやっぱそれ見たくて来る人もいると思いますし、それがよく見える席に撮るっていう人もいるでしょうし、なんかそんな方もいらっしゃいますよ、いや、いると思います、はい、だその一つのやっぱりそのチアとかあのオッチみたいな感じのエンタメの一つとして、ああ、そういう感覚くくりで、そうです、そうです、いや、捉えてる方はいると思います、やっぱり名物ブースターみたいな、多分どこのクラブもね、なんか一人二人いらっしゃると思うんですけど、あの人に会いたくてとか、あの人見たくてみたいな、そのコートの外の誰かみたいな、あ、なんか、そう、あ、アウトデラックス出演したんですけど、その後、関東ローカルで、もう一本出演したテレビ番組もありまして、 その先ほど言われたどっかのどこにいても目立つブースターいらっしゃいますっていう人たちを集めて、いや、そんなすごい感動ローカル、 これはま画像残ってないんですけど、うん、すごい、そういう名物ブースター集めましたみたいな、集め、カウジム集めましたっていう、面白い、一度出演していただいて、させていただいたことありまして、何人ぐらい来てました、そのブースター、あ、4人です、僕含めて4人でしたね、へー、あと沖縄の、はいはい、岩手と、岩手ビッグボルズに、あ、はい、沖縄、岩手、横浜、僕、お横浜か、横浜はあの青いバスケットボールの、あ、バボさん、そうそうそう、かぶって、仮面の、かぶってた、仮面、あ、違うか、あれアスフレの人じゃないですか、あじゃない、まあ、やめてみましょう、そう、人違いだと思う、あれなんでね、沖縄は、あの、白鳥のスワンさんです、あの、あの方です、あの方、あ、すごい、来たんですよね、で、その方たち集め、すごい、岩手は分かんないですね。ちょっとなかなか、あの、見たことないんで。あの、牛魔王って言われているから、ね、牛の角、鎧だね、まとって角をなっている、そう、そう。こんな分かりやすい方がいらっしゃるんです。いらっしゃいます。すごいですね。なんか、異色の中に生身じゃないですか。あ、そ、あの、さ、あの、司会や、その番組の司会やって、出た、はい、サマーズさん、おサマーズの番組すごい、サマーズさんだったんですよ、の三村さんが、はい、似たようなことをおっしゃっててに指摘されてて突っ込んでてなんで仮装した中に一人普通のがいるんだってなって、そうですね、そのメンツだとそうなりますあれって、あなたこっからなんか被んのみたいな、かぶるんだっていうね、そう期待しちゃいますよ ね、 そ, うですね、そんな感じの人だと思いますよね、そうですね、そう、でも多分そのね、皆さんも含め、あの、あい、その人に会いたくて沖縄に行くとかあると思うんですよね、あります、あると思いますね、うん、まあ、行ったら絶対挨拶したいなとかあると思うんですよ、で僕なんかもやっぱりその感覚で、あ、大輔さんとか二郎さんとかマックさんが挨拶させていただいて、もう本当突然ですけど、いやいや、ジローさんですよねって、あ、はいみたいな感じですね。でマックさんも別になんか誰でもウェルカムな感じだった。誰でもウェルカムな感じですね、マックさんは。もうなんかいきなり普通に会話してくださいましたね。はじめましてみたいな感じがない、ね。感じがないですね。楽しかったですね。そうだ、その辺がなかなかコロナになっちゃう、ね、コロナになっちゃう。なかなかですよね。ねえ、会場自体来られないって、うん、そうですね。結構やっぱりお仕事の関係でなかなか映るわけいかないっていう人もいましたしね。はい、はい、で。そうなるとやっぱり室内っていうのはね、未だにやっぱり怖いっていうのもありますし、怖いっていう方もいらっしゃいますし、うん、もうだいぶそのかかった、なくなるみたいなのはまあ減ってきてるとは思うんですけど、はいはい、でもやっぱりね、どうしてもかかっちゃうと1週間、10日間、まあ、今1週間になったのかな、今、まあ、短くはなったけど、そう、ね、1週間やっぱり仕事出れないとか、うん、なっちゃうので、まあ、ここにね、いや、あ、ね、こういったらね、新しい株がこれから出てくるかもしれない、うん、そうですね、まあ、そうなると皆さんそのアリーナの中にいると、まあ、僕らもそうですけど、はいはい、
別に誰が何の仕事してるとか別に知らないし、知らないですもんね。ね、でも、ね、皆さんやっぱり、ね、裏では例えば医療従事者の方とか、あ、学校の人とか、ね、もう移るわけいかないっていう方は、ね、移るわけいかないですからね、いらっしゃいますし、はい、別に来てる人がねそういうこと考えてないわけじゃないですけど、ね、どうしてもやっぱ過剰というかしっかり気にしなきゃいけない方も、ね、もういらっしゃいますし、なかなかダムそうね、仮面かぶったりアフロかぶったりしてても平日はめちゃめちゃ人のためにこう、はいはい、やってる方も当然いらっしゃるでしょうし、はいはい、だその辺はねやっぱりこっちがとやかく言うことじゃないんで、来てくださいよなんて気軽になかなか言えないですしね。あー言いづらくない、なんか言いづらいかったですね。そうですよね、コロナ禍の時は。そうですよね、寂しいですよとか、ね、来てくださいって言えないですよね、大っぴらに言えなかったですからね、うん、来ては欲しいですけど、やっぱりその、外から見るもう一、例えば大輔さんのファンだとすると、はい、やっぱりアリーナにテレビ見ててもアリーナにやっぱ飛ぶ人がいてほしいって思っちゃうんですよね、見る方からすると。こうあの位置ですからね。そうですね、絶対やっぱり見えるので、特に後半なんですよ。そう後半ね、ジェッツのベンチでこう大見たがこうやってる後ろに飛んでるみたいな、で、ああ大輔さん元気だなってこう認識するというねっていうのがやっぱあるので、こうで無責任に来てほしいな、飛んでほしいなっていうのは思いますけど、なかなかね、なかなか言えないですね、難しいですよね。それをこう無邪気にお願いして、そのご本人がプレッシャーになっても良くないですし、あそんな楽しみにしてる人がいるなら行かなきゃとか、そういうことじゃないんで、ファンって別に自分が、ね、応援したくて行きゃいいだけなんで、行きゃいいだけのことじゃないですか。そうですね、でも本人は、ね、飛ぶ気満々だったけどそうですよね、なかなか歯がゆいですよね。歯がゆいですね、歯がゆかったっすね。うん、なんか、うん、なかなかもどかしい時代がまだ続いちゃってますけど、まだ続いてるけど、うん、そうですよね。なかなかじゃあまあ今はまあ飛ばれてないと、はい、で、まあ、SNS でねちょっと今年はなかなか飛びにくいかもっていうことをおっしゃってましたけど、だまあ完全にもう、あのやめるよってことではないですね。やめることではないです。ですね、はい。まあ、環境がまた整えば、ぜひっていう。まあ、ぜひ、別に、けがしたり体力の衰え限界ではないですか。なるほど。ではないですから。心情の都合によりみたいな。心情ことではない。ではないです。まあ、一旦今は、まあ、そういう時期じゃないだろう。時期じゃないっていう判断ですね。なるほど。まあ、ぜひぜひ楽しみにしてます。ありがとうございます。僕も一ファンとして普通に。一ファンというか。っていうか、なんで意味、本当に一部になっちゃってるので、ジェッツのその応援の、なんか、一つのパーツというか。いやいやいや、本当に。だからもう全然ご無理ない範囲で、全然いいと思うんですけど、はい、ぜひというところですと。はい、でもうお持ちいただいたんでまた戻ります。で今度はジェッツグッズ、ジェッツグッズですね。なんでしょう。